はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンド・オブ・ジャスティスやっていきたいと思います。はい、今回はね、ストーリーで出てくると、なんか、あれ、こいつ強えな、みたいなのってあったりしますよね。まあ僕の場合は、もう風パなんで基本。まあ前衛がミスティどうこうっていうパターンが多くて、まあフィニッシャー兼アタッカーが、カミュであることがほとんどなんですけど、まあ、そうなった時に天敵である非属性パーティーみたいのがいたりするんですよ。まあ、今だとこんなわけわかんないパーティーだったりしますけど、これ耐久パスね。まあ、こういう感じで意味不明なパーティー組んでくるじゃないですか。そういう中でも、ちょっとシルバーセイントで、まあうざってえなっていうやつ、自分では使わないから、まあ性能がいまいちわからんみたいな、そういうセイントたちのことを、まあ紹介しようかなというふうに思ってます。で、まあ今ね、流行ったので、知ってる人が多くなって、対策までわかるようになったっていうセイントが、まあ一番最初に出てくる、このセイントですね。まあトレミ。まあこいつなんて、初めて出てきた時、こいつ何をしてるのか全くわからなかったと思うんですよ。で、こいつ開幕で、ターゲットとか言って、2体に絞って攻撃してくるじゃないですか。まあこれで殺されてたわけですよ。最初。知らなかった時はね。もう今はもうそれ、使用してる人が多いから、まあ、性能をもう把握してて、こういう攻撃をしてくるから、止めないときついよねっていうのがわかると思うんですけど、そうじゃないと、やっぱここまで図鑑なんか見たりしないから、わからないことが多いと思うんですね。じゃあ、トレミってどんな感じなのかっていう話なんだけど、開幕でこのターゲットっていうのを打って 2体攻撃してくるわけですよ。レベルマックスであることは多いと思うんで、マックス以上、240以上。で、そうすると、ね、ターゲットにされた敵は、トレミの攻撃力 60% のダメージを受けると。この効果は、秒ごとに1回発動するというめんどくさい攻撃をちまちま受け続けるというわけですね。だけど、これ、一発目で食らわなければ、次のターンに持ち越せるわけなんですよ。これを再発動できるだから、クロスが20段階まで来ると、ターゲットもう一回発動できるっていうスキルが発動するんで、まあそうなってくるとトレミーは使う側としてはね、まあすごい有利になってくると。ただ、敵の場合だとね、これが発動しなければ、継続ダメージは、まあ受けなくなるっていうところがあるんですね。じゃあどうやって止めますかというところになってくるんだけど、まあ何個かパターンがあるんだけど、まず、まあ一番わかりやすいのは、まあ亀の凍結。で、次に聖夜のノックダウン。それで、カノンのゲーマ剣。この3つが、まあ、一番わかりやすいかなっていうふうに思うんですけど、まあ実はね、これ、カミュじゃ防げないんですよ。カミュの開幕凍結と同タイミングで打ってきて、こっちの味方2人攻撃されちゃうんですよね。カミュだと実は防げないターゲット。マジでうざいっすね。僕気づくのに結構時間かかりましたね。なんで神じゃダメなんだっつってずっとやってたんですけど、気づいたらダメージ受けてましたね、こっちが。結局どうするかっていうと、まあ一番シンプルな戦い方は、全面カノンですね。相手の対面にカノンを置いて、カノンの幻魔剣ぶち込んで、カノンの幻魔剣の方が早いんで、カノンの幻魔剣を食らったトレミーが味方にターゲットを放つっていう。まあこのパターンが一番簡単。で結構いいダメージ当たるんで、味方といえども。トレミーのね、火力の高さが、物語っているところではありますね。まあこれが一番いいやつですね。で、もちろん聖夜でね、ダメージ与えながらノックダウンさせるっていうのもね、ありですね。ペガサスクラッシュ。これでノックダウンさせるっていう。そういう風に防ぐことができれば、だいたい非奥義を打たれるところまでトレミーが耐えていることはないと思うんだけど、トレミーの非奥義が、そのランダムな敵にっていう感じなんで、野放しにしとくと、例えばこっちがオロスとかシュンとか使ってたとする。そしたら、その野放ししてた代償として、そのオロスとシュンが殺される。どっちか殺されちゃうみたいなこともあるんで、まあもうできるだけ早く出しましょうっていう感じですね。まあここに関してはそんな難しく、難易度が高いもんじゃないと思うんでね。難易度が高いな、何も知らなかったら難易度高いのはここのターゲットっていうところですね。まあこれを抑えましょうというところ。まあこれはもうほとんどの人知ってると思います。こんな感じで説明していきますんで、お付き合いくださいというところです。そうだな。じゃあ先にこっちいっとくか。カペラ。はい。みんな大嫌いカペラ。こいつは、まず、これと次のやつ、もうとりあえず3体でやめときます。言えばキリがない感じにもあるんでね。ただ、この中でも厳選した3体ですね。シルバーセイントの。悪魔のシルバーセイント3体。カペラなんて一気に瞬殺されたセイントとは思えないぐらい強いんでね。原作では幻魔剣で倒されたのに、このカペラには幻魔剣を打ってはダメです。なんでかっていうと、幻魔剣を打つと、こいつはスキルを発動しますよね。カペラは。開幕で。そうすると、ソーサーシールドっていうのが発動しちゃうんです。で、スキルを発動するごとに、8秒間、カペラは攻撃力 220% のシールドを獲得すると。これが 220% で、シールド付与されているときは攻撃速度は 25% アップ。さらに、攻撃対象の防御力 25% 無視するっていうのが発動しちゃうんです。カペラに、ゲームマゲンを打ち込むと。これマジで恐ろしくないですか？どっちだろうな。ファントムソーサーか、どっちだろうな。ソーサーストライカーかな。どっちかわかんないけど、例えば味方に打たせるっていうことをするために、カノンを対面に置いたがために、ソーサーシールドが発動して、その次の瞬間から、こいつは恐ろしい攻撃スピードと攻撃力で、こっちに抑えかかってくるわけですよ。しかも、シールドまでつけちゃって。で、まあ、敵で240出てきたら大体こんなもんって思うと、まあ2倍だとして10万以上のシールドが発生しちゃうわけだから、まあかなりきついよね。防御力低いとはいえ、10万ぐらい上乗せして攻撃しなきゃいけないのはきついから、しかも開幕で発動してるから、ミリオンゴーストアタックで踏みつけて消すっていうところに、ね、たどり着く前に、多分先に、ファントム操作でやられてると思います、こっちは。結構ね、地獄ですね。まあ僕何回かやってみたんですけど、まあそれでこんな状態だったんで、怖いです。これだけはやっちゃいけないよっていう。これはね、知らない人ね、マジできついですね。とにかく単発攻撃が強いやつにはカノンをっていうわけではないっていうことですね。ただ、まあ、走行はね、やっぱ240まで上げてもこんな低いんで、もう瞬殺できる、まあ、セイントを使って、まあ、倒すっていう感じですかね。僕みたいにちょっと耐えないといけない耐久パー。僕は。まあ、代表する耐久パーって言っても、まあ、過言ではないんですけど。で、考えると、まあ、やっぱりこのヒットポイントでも結構しんどかったりするわけですよ。しかも、相手がスキルを打ってから倒すことになる羽目が多いので、まあ、シールドも貼られちゃって、みたいな。まあ、そうなるとね、僕のカミュとか、そこら辺がね、ソーサーの餌食になってたりすることあるわけですよ。最悪の場合、アステリオンが死んでたりとかね。っていう風にならないように、素早く倒すっていうのが、まあ、大事かなっていうところですね。まだ開幕聖夜でぶっ倒して、その間に旬のコスも貯めて、みたいな、なんかそういう流れが一番シンプルかもしれないですね。だから、まあ、これからやる人に関して言えば、まあ、シュンとオロスがピックアップ復活するんで、まあ、シュンをね、取って、まあ、少なくとも星10までは上げたいところですよね。で、クロス解放できるようにして、で、クロスをレベル30目指せば、多分、カペラとかもそんな怖くなくなってくると思います。まあ、そのぐらいね、走行は低いので、ただ、攻撃がめちゃめちゃうざい。で、ランダム性があるんで、その何度かこっちがやり直さなきゃいけないパターンもあると思います。まあそんな感じ。まあ奥義に関しては、もう本当ドイツもそうだけど、打たせない方がいいっていうのは変わらないんでね。まあここは制御パー得意なんでね。奥義封じるのは。3体目ラストにしておこうと思います。こいつです。ダンテ。こいつはやばいです。こいつもやばいです。で、こいつもカペラ同様耐久殺しですね。で、こいつに関してはカペラよりも硬いんで、そこはちょっと気をつけなきゃいけないのと、回復する手段もあったような気がするんだけど、吸収値が上がるだからこれかな？あとはまあ自分の自己治癒能力とか上げたりとか、自己治癒っていうかね、まあ重量だね。上げたりとかできるところがあるので、ちゃんと育てれば攻防一体の能力を秘めてる。まあそういうセイントですね。こいつもカノンは使っちゃダメです。カノンを使うと、このメテオハンマーっていうのをね、使われちゃう時があるんですね。まあ大体これ使えると思いますけど、降臨とパッシブなんで。降臨っていうのはなんだかちょっといまいちよくわかってないんですけど、このメテオハンマー発動すると、ダンテ自身が持ってる大部分のデバフ効果を解除して、6秒間制御系デバフ効果とデバフ効果の影響を受けないってなっちゃうんですよ。だから、例えば僕が神で凍結したいと全体を。ダンテがうざったいから、こいつを味方に攻撃させてやろうっつって、幻魔剣をこう、打ち込んで、その、凍結させようとするじゃないですか。そうすると幻魔剣が早いんですよ。だから幻魔剣が早くて、幻魔剣のが先に到達して、到達したダンテが動き始めるんですけど、そうするとメテオハンマー、ほぼ必ず使うんで、そうすると、こっちが凍結させよりも先にメテオハンマーが発動するんで、このバフが入るわけですよ。しかも、最もヒットポイント低い味方1体にも同様の効果を与えるってことで、こっちがせっかく5体凍結のクロスマックスにした神なのに、3体しか凍結させられないっていう。しかも、このメテオハンマーの影響で、まあ、その先6秒間、この2体は制御系も普通のデバフ効果も入らなくなるし、ダンテに関しては、火ダメが 50% 下がりますと。もうとんでもない状態になっちゃうわけですよ。だから結構ね、他にもいるかもしれないです。ただシルバーセイントに多いと思います。結局ゴールドセイントは使うから性能もよく覚えてると思うんでね。はい。っていうのがあるので、まあ、これはね、ほんとだるいっすね。自分だけじゃなくて味方一体にも付与するんで、そうするとね、まあノックダウンは食らわせられると思うんですよ。制御系無効。難しいんですけどね、制御系って言うと。で、まあ制御系さらにプラスで言うと、流血とか、あとは毒とか、そういうやつも全部、火傷とか、そういうのも全部制御系に入るんで、食らわなくなります。だから、アフロディーテとか使った時に、ロイヤルデモンローズとか、この状態の時にぶっ放しても、毒が入らないっていうことね。まあ、気をつけてくださいと。まあ、最近ちょっとこういうの調べるのに凝ってるんで。で、これ、ダンテの場合はもう明確に奥義を打たせない方がいいっていうのがあるんですよ。で、奥義を打たせると、まあ、一周で倒せるんだったらいいんだけど、一周で倒せない場合は、奥義打たれちゃうと、12秒間ダンテの攻撃速度は 1.6 倍。そして、ヒットポイント回復量 1.2 倍になるってなるわけですよ。割とね、なぜかわかんないけど、アテナと一緒にいることが多いんで、あとムーカ。こういうのがあると、回復されちゃうスピードも上がるし、さらに言えば、攻撃速度上げられるとまたメテオハンマー打たれる速度が上がっちゃうんで、まあそういうのもすごいだるいから、これをね、うまく封じる。後ろにいるときはいいんだけど、前衛にいるときは、その、百竜波とかで防げないから、ミスティのマーブルトリパーでの、まあタイミングよくはできないか。まあだから結局頼るのは神のオーロラエクスキューションとかダイヤモンドダストとか、まあそこら辺になってきちゃうのかなっていう。その間これがね、効いてなければそこで吹っ飛ばして攻撃させなくできるんでね。まあそういう形で防いでいかないと、ダンテが強いっていう風に思う時っていうのは大体そんな時です。一応ね、言っとくと幻魔系も制御系攻撃なんで、入らなくなります。これが入ってると。だから、アクサガとか、一応これだけ、最後にこれだけまとめで話すと、演舞とかあるじゃないですか。演舞とかで、僕ちょっとあんまやってないんですけど、演舞とかで、敵にアクサガとか取られたりするじゃないですか。旬はちょっとわかんないけど、アクサガを取られた時に、慌てないで、アクサガと神を相手に取る時には、慌てないで、まず自分のところにカペラとダンテがいるかどうか確認するんですよ。あとは、ある程度、そのどっちかだけじゃなくて、どっちもでもいいと思うんですよね。どっちもだったら、ダンテ1個を前衛に置いて、後ろにカペラ置いて、あとは、なんとなく回復できる1体と、あとパーティーバフが発動できるように配置すると、意外と勝てます。アクサガの前にカペラ置いたりとかするのもいいかもしれないですね。なんかそんな感じで対応できたりするんで、シルバーセイントといえども、このダンテとカペラ、は非常に有用です。で、どのぐらい有用なのかっていうのを調べるために、ちょっとね、関突をしてる人をね、ちょっと探してる状態ですね。ちょっとそれでちょっと試して使ってみたいなっていうふうに思ってて。やっぱ関突してるセイントを使うと、なんか新しい発見があったりするんで、今ちょっと調べ中なのが、ちょっと僕のギルメンのお話だったんですけど、実際ちょっとまあ動画とかも見たんだけど、関突テティスに、その制御系効果が入らないみたいな。書いてないんですよ、そんなの。書いてないんだよね。だから、それどういうことなんだろうっていうのを、まあちょっと調べたりとかもしてますね、今。また分かったらそこら辺もお話できたらなと思ってます。はい。ですね。はい。で、僕、アイザックをね、やっと星11にできたんで、あとクロスも1でマックスなんで、まあこれがね、できたら、関突アイザック、関東じゃねえや。クロスマックスアイザックが、前衛として使えるかどうかっていうお話がね、まあ、できたらなっていうふうに思ってます。まあ、できると思うんだけどね、俺は。命中率とコスモ獲得速度下げるっていうのがあるんで、で、30まで上げると凍傷解除できなくなるから、まあ、追加ダメージもね、出しやすいし、凍傷相手には、ね、洗練された陶器で、ダメージ量がアップしたりとか、こっちだねや。こっちだ。陶器の剣だ。のダメージ量上がるし、さらに言うと、オーロラボレアリスの攻撃力も上がるし、うん。全体攻撃なんでね、オーロラボレアリアス。220% やばいよ。はい。そんな感じです。というわけで、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。